陳その際は、新末、中華民国の軍人、政治家、銀行家、実業家。字は、愛し。陳その後陳その美の弟で、陳家を、陳達夫兄弟のお父にあたる。当初は、革命派の軍人だったが、第二革命失敗後は、銀行家、実業家などに転じた。別号は、関路。上海中正書院、金領道文館。 高難著在学堂などで学ぶ。1895年、日本に留学し、成城学校を経て、陸軍主管学校で学んだ。卒業後の1903年に帰国し、調査部美学堂総教習同学堂監督、新軍統隊などを歴任する。その間、密かに革命派の工作に従事している。後に、南京の新軍大級鎮へ移動し、 軍史府第三町長,長長に昇進した。さらに、保定陸軍軍艦学校に赴任して、監督となっている。侵害革命が勃発すると、革命派の助将ミキ率いる南京攻略軍に参謀として参加した。中華民国成立後の1912年に、大総統府市にチャンス都督府参謀町長,長長となっている。翌1913年の第二革命では、 兄の陳その美に従い、江南危機局攻撃に参加したが、敗北に終わり、日本に亡命している。陳その際別陰、最新品用人伝これ以後、陳その際は、軍人からは事実上引退し、主に実業界、政界での活動に軸足を移す。帰国後は、中国銀行総文書に任ぜられ、さらに、条件の昇平に応じて、逮捕工事総経理となっている。 後に、中国銀行に戻り、公衆文庫副業長に任ぜられた。1924年、公衆旅行同協会が結成されると、陳が理事長に選出されている。1926年、陳その際は、公設財政委員会主任委員、石膏政治分会委員となる。翌年5月、石膏省政務委員会委員に任ぜられ、財政庁長長を兼任した。 6月、国民政府同順委員会副委員長となり、さらに財務署所,所長も兼ねている。1928年11月、公開館監督となり、その翌年4月には、上海市臨時政治委員会委員となった。1930年3月、陳その際は、チャンス省財政庁長長に任ぜられる。同年12月には、国民政府主計ところ、 光備委員会主任となり、翌年3月の主刑どころ成立とともに、主刑庁に任ぜられた。その後も、中央銀行上無理事、中国銀行、東後と交通銀行常務、東後と中英交換保管委員会、東後と中国農民銀行常務、東後となど銀行会で要職を歴任している。1941年9月に行政院水利委員会委員、 1944年3月に中央銀行上任理事となった。戦後の1946年10月日その際は国民政府委員に任ぜられ、後に相当不国策顧問となる。国境内戦の末期に台湾に逃れた。1954年8月7日、台湾にて病没。去年75。ありがとうございます。